ざっくり言うと OL というか会社員というか、まあ、それからはだいぶこうコムちゃんの、うん、なんかの当時とまた違うものになってるけど、うん、なんか大学の先輩で、うん、こう同じ大学の人がみんな就職活動とかしてる中、農業やりたいって話とかも聞いたし、なんか私なんかコムちゃんがなんか会社員になったらどんな姿になってたんだろうと思って、うん、なんか来年明日の服は普通の黒い服っていうテーマで行きますって言ってめっちゃ笑った。だいぶ普通じゃなくて普通の黒い服です。全然普通じゃないけど、でもね、珍しいよね。かわいかった。そう、カラフルなイメージだったから、うんうん、でも黒でも絶対似合うから。ありがとう。